ジョン・セジウィックはアメリカ合衆国の教師、職業軍人である。南北戦争では北軍の将軍だった。スポットシルバニア・コートハウスの戦いで戦死した時のことはしばしばよく知られた。皮肉の話と考えられている。セジウィックはコネチカット州のリッチフィールド・ヒルズ・コーンウォールの町で生まれた。その名前は祖父で。 ジョージ・ワシントンに仕えたアメリカ独立戦争の将軍、ジョン・セジウィックにちなんで名付けられた。セジウィックは2年間教師を務めた後で、陸軍士官学校に入り、1837年に50人の同期士官候補生のうち24番目の成績で、卒業し、アメリカ砲兵隊の将位に任官された。セミノール戦争に従軍し、米牧戦争では二度名誉昇進を果たし、 コントレラスの戦いとチュルブスコの戦いで、タイイ、チャパルティペクの戦いで勝者となった。メキシコから帰還するとき兵隊に転属となり、カンザス州で勤務し、ユタ戦争とインディアン戦争で戦った。1860年の夏と秋に、現在はコロラド州のプラット川沿岸に新しい砦を建設する遠征隊を率いた。補給物資が、 カンザス州の一番近い鳥でから入馬車体で運ばれてくるはずのものが来ないという状況で大変辛い思いをしたが、なんとか寒い季節が到来する前に快適な弊社を建てることができた。これらの建物は大部分石で作られ、屋根やとには木材を使っていた。この基地の遠隔性を現在理解するのは難しいが、当時ミシシッピ側の西には鉄道がなくセントルイスや カンザス式との交信は川船を使い、さらに西へは、ニューマ社体か馬の背を使った。南北戦争が始まると、セジウィックは、ワシントン方面軍の大佐及び、観察長官補として使えた。初期の戦闘である、第一次ブルランの戦いは、これらにかかった後の回復期だったために参戦、できなかった。1861年8月31日に、 順庄に昇進し、ポトマック軍でサミュエル・ P ・ハインツェルマン少将士団の第二旅団指揮官となり、その後の半島方面作戦では第二軍団の第二士団を率いた。バージニア州ではヨークタウンの包囲戦とセブンパインズの戦いに参戦し、グレンデールの戦いで腕と足に負傷した。1862年7月4日に少将に昇進した。アンティタムの戦いの時、 第2軍団指揮官、エドウィン・サムナー少将は適切な偵察もなく、衝動的に、セジウィックの師団を大規模攻撃に送り込んだ。その師団は、ストーンウォール・ジャクソン少将の指揮する南軍に3、肩から攻撃され、2200名の損失を出した。セジウィック自身も3発の銃弾が当たり、手首、足及び肩を負傷し、フレデリックスバーグの戦いの後まで戦闘に、 参加できなかった。1862年12月26日、セジウィックは短期間、第2軍団と第9軍団を率い続いてポットマック軍の第6軍団指揮官となり、これを1864年に戦死するまで続けた。チャンセラーズ・ビルの戦いでは、その軍団が最初の時久戦の時にフレデリックスバーグに面した陣地におり、 一方、ジョセフ・フッカーの他の4個軍団は、ロバート・ E ・リー軍の左側面に回り込んだ。セジウィックは、行動に移るのが遅かったが、最終的にラッパ・ハノック側を越えて、メアリーズ・ハイツのジュバル・アーリー少将の小規模部隊に襲いかかった。その後ゆるりと西に動いて、フッカーの軍隊と合流し軍隊の半分ずつの間にリーを陥れようとしたが、セーラム協会の戦いで、 リー軍の第二軍団の部隊に止められ、最終的にラッパハノック川を渡っての撤退を強いられた。このことを聞いたフッカーは全軍を引き上げて、チャンセラーズビルの戦いは終わった。セジウィックの騎馬像、ゲティスバーグ国立戦場公園ゲティスバーグの戦いでは、セジウィック軍団が7月2日に到着し、その結果ホイートフィールドでの北軍の反撃には、 数体のみが参戦できただけだった。1864年のオーバーランド方面作戦では、荒野の戦いで第6軍団が北軍の右翼を占め、リチャード・イーウェル中将の第2軍団による攻撃をしのいだ。1864年5月9日、セジウィックはスポットシルバニア・コートハウスの戦いの初戦に倒れた。その軍団は、 南軍防御陣の左側面の前にある三平線を探っており、セジウィックは大砲の配置を指示していた。南軍の狙撃兵が約1000ヤード離れており、その銃撃を受けて三防院や砲手たちは遮兵物の陰に隠れた。セジウィックは公然と歩き回り、なんだ一発の銃弾をそんな風にかわすのか。彼らが前線に渡って、 住家を開いたらどうするのだ私はあなたたちが恥ずかしい。彼らはこの距離では像でも当たらない。と言ったとのことである。部下達は弾いては板がひるんだままだったので、セジウィックはそんな風にかわすなんてあなたたちが恥ずかしい。彼らはこの距離では像でも当たらない。と繰り返した。その数秒後にセジウィックは左目の下に弾丸を受けて前に倒れた。 セジウィックは南北戦争の北軍損失の中で最高位のものである。ジェームズ・マクファーソンがその戦死の時に軍隊の指揮官であり、セジウィックは軍団の指揮官だったが、戦死した少々べての中でそのくらいについた日付が最も古かった。セジウィックの戦死を耳にしたユリシーズ・グラント中将は彼は本当に死んだのか、と何度も尋ねた。 セジウィックの評判は、確固としており、頼りがいがあるのだが、比較的攻撃的ではない将軍というものだった。部下の兵士たちには好かれ、愛着を持って、ジョン・おじさんと呼んだ。その死は、世間の哀悼で迎えられた。ロバート・イ、e ・リーですら、旧友の運命に悲しみを表した。ジョージ・ミードはその知らせに涙した。グラントは、 セジウィックのことを重要なことをやらねばならない時に決してしくじらないものとして特徴づけ、その参謀たちにセジウィックを失ったことは全師団を失ったよりも悪いと告げた。ジョン・セジウィックはコネチカット州コーンウォールホローの生誕地近くに埋葬されている。ゲティスバーグ国立戦場公園にはセジウィックと第六軍団を検証する騎馬像がある。 陸軍士官学校にも、セジウィックの彫像がある。地元の伝承では夜中に清掃軍服を着た、士官候補生が、彫像の白車を回すと試験に合格するということで、ある。コロラド州、セジウィック軍、カンザス州、セジウィック軍及び、ワシントン州ジョン・セジウィック高校は、セジウィックを記念して、名付けられた。映画、ダンス・ウィズウルブズで、ジョン・ダンバーが指揮を任される。 セジウィックトリデはおそらくセジウィック将軍にちなむものである。これは1860年にカンザス州で建設されたセジウィック将軍トリデに触発されたものであろう。ありがとうございます。